て、はい、プロセカやるならスマホ派タブレット派、はあ、せーのスマホ派。おーよし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 。続いて、はい、パン派ご飯派、せーのご飯派。あーここ分かれた。なるほどなるほど、面白いな、うんうんうん、どんどん行こう。次目玉焼きにかけるのは、オーケー、せーの醤油。ケチャップ。ケチャップなの？ケチャップじゃないの？ケチャップなの？ケチャップだと思った。そうなんだ、面白すぎる。うん、続いて夏の風物詩といえば、気になる気になる。あとなんだっけ、うん、目玉焼きにかける。目玉焼き。ケチャップなんだ。ですよね。醤油でしたっけ？醤油ですね。醤油。でも定番では？でも確かに定番かもしれない。なんか醤油か。ソースかみたいな。ああ、そうか。そうは聞くけど、ケチャップ。ケチャップ。あ、でも確かにそのスクランブルエッグとかだと、ケチャップめちゃくちゃわかります。そうなんですよ。うんうんうん、私はなんかちょっと、うん、なぜかわかんないんですけど、和歌山県民ってケチャップの消費量めっちゃ多いんですよ。そうなんだ。なんか多くて、なんか1位らしくて。それが出てるんだ。それが出てちょっとケチャップかけちゃうのかもしれないですね。面白いさ、県民性がね、なので現れていたんですね。なるほど。プロセパン派ご飯派、せーのご飯。目玉焼きにかけるのは、せーの白胡椒。夏の風物詩といえば、せーの次パン派ご飯派、せーのご飯派。やった。次目玉焼きにかけるのは、せーのポン酢と胡椒。あんわけないんだよな。次夏の風物詩といえば、つまり、うん、一緒なんだ。人と。そうだね。次あの私ね、目玉焼きもちょっと引っかかったんですよ。目玉焼きやっぱ、ね、なんて言いました？僕ポン酢と胡椒って言いました。なんだポン酢と胡椒って。あれちょっと別のラジオでも言ってたんですけどね。はいはい、絶対合うわけがないんだ。合うわけがないんですよ。もうさっきも聞いたんですけど、青森ではやっぱそれが、ね、バカにしてるでしょ。バカにしてるでしょ。いやいや違います違います。本当に、ね、合うんで皆さん食べてみてください本当に。ポン酢と胡椒？うん。ジェナさん醤油ですか？醤油です。あ、まあ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 王道ですよね。いや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 、まあ今はまだ醤油で我慢できてるんでしょうよ。そのうち物足りなくなりますか。宮城と上子。いやこれ上子でしょ。宮城やろがい。なんでや。あたしご飯派、せーのご飯。目玉焼きにかけるのは、せーの醤油。ウェイ。夏の風物詩といえば、パン派ご飯派。ご飯派はご飯派ご飯派は一個笑ったご飯派。せーのご飯派。これ今順調なんじゃない。すごいよ。目玉焼きにかけるのは、せーのポン酢。なんでソース。ポン酢おかしいよ。おかしいよ。嘘。え、ソース。ソースだよ。夏の風物詩といえば、そうか、うん、ねえ目玉焼きにソースかけるの。え、でもさ、だいたいソースか醤油で分かれるよ。え、ポン酢だよ。ポン酢の人いないよ。嘘嘘。いないいないいない。ポン酢。もう違うね。違うね。ソースはないよ。もうだいたいソースか醤油で分かれる。え、ソースっていうのはお好み焼きの中濃、中濃ソース、うん、まあ醤油ことだね。ポン酢やって言ってるやん。あ、そうだ。え、他は。あ、集計が整ったということで、結果からのありがとうございました。